保301、保301 30は、第日本帝国陸軍の航空機関砲。研究開発は、陸軍航空技術研究所による。合計 40mm で、正確には、砲弾ではなく、ロケット弾を射出する、機関砲である。構造は、エリコン FF20mm 機関砲と同様の、API ブローバック方式であるが、ロケット弾であるため薬莢の排出はない。 また固形ロケットの燃焼は、弾が方針から出される以前に終了するため、ロケットランチャーよりもグレネードランチャーに近い火器と言える。大口径の割に比較的反動が少なく、砲自体も軽量だが初速が遅く弾道特性も悪いため、かなり接近して射撃しなくてはならなかった。それでも100発撃つごとに、機体のリベットの緩みを点検する必要があったという。榴弾は、 保301号、榴弾、大用弾である。二式丹座戦闘機、長期二型オツの翼砲として二門、二式副座戦闘機、トリュー、土の A 型の胴体に一門装備した。このうち、保301と共に、電波兵器である、多機二号を搭載した二式副戦母型は、試作に留まったが、二式丹線二型オツは実戦に投入され、帝国陸軍、トップエースである。 上某良太郎対操縦機などが B-29 撃墜の戦果を上げている。ありがとうございます。